Hello, my name is Alex and I'm a music composer. And recently I've had the luck to be invited to Tokyo by none other than the creators of the Yakuza game. They invited me to meet two amazing composers from the Yakuza series. I'm talking about Mitsuharu Fukuyama, the guy who wrote Bakamitai, and Hidenori Shoji, the guy who wrote Judgment. And I sat down with them to get to learn a bit more about their stories and about their music. The first thing I asked them is, what was the favorite track that they wrote for the Yakuza series? And Shoji-san replied with this. 楽しいっていうのとちょっとまあ違うかもしれないですけど、自分の中でずっと残ってるとか印象に残ってる曲があって、それが龍が如く3で、クレイドル・オン・ザ・クレイドルっていう曲があるんですけど、それがとにかく作るのにとっても苦労したっていうのもあるんですけど、非常に難産で、でも結果できたものはすごくユーザーにも好評で、自分的にもやっぱその苦労も相まって気に入ってはいるんですけど、シリーズの中でも振り返った時に、あの曲がその龍が如くらしさっていうものを一つアイコン化したような位置づけになっていて、割と後のシリーズで外注さんとかが参加してくれる人も、その曲を割とリファレンスにしてくれる、出するようにな流れがあったので、やっぱりシリーズの中今振り返っても大きい曲だなと思いますね。And Fukuyama-san replied with this instead. まず普通の楽曲を制作する際には、キャッチーなメロディーだったりとか、構成ですね、A メロ B メロ C メロっていうのを最初にこう決めたものをきっちりと制作するのが通例ですけども、この曲に関しては、あれですね、ひたすら自分が、ジャズトランペットアドのインプロバイズして、あとはローズピアノでバッキングして、あとはバックは打ち込みだったり、マニピュレートで作って、ひたすらメロディーがなく、もうアドリブインプロバイズオンリーの楽曲だったんですけど、そちらそうですね、こちらは使用する場面としては龍が如く5、4の探索地ですかね、主人公ユーザーがこう街を探索する時の流れる BGM で、タイトルがウィスキー&ラプソディというもので、こちらもじゃあ後で流していただきますっていう曲ですね。これがまあそのちょっと普段の楽曲とは違うプロセスで作成したのもあって、ちょっとまああとユーザーにもあまり気づかれていないようなマニアックな楽曲なんていうところでご紹介させていただきました。お前Yama-san, who's your favorite RDG character and why? ああ、僕はですね、まあ5で関わったのもあるんですけど、秋山がやはりとてもこうスタイリッシュで、しかも結構ファニーふざけてるんですけど、強い、しかもイケメン、ハンサムボーイ、なんていうんだ、英語わかんないんですけど、ハンサム、それがまあ男としてはずるいなと、褒め言葉ですけど、はい、羨ましい限りで、まあ、僕もその5で担当した時に秋山の戦闘曲っていうのを作りましたけど、そのアフェクティブファイトという楽曲を作成しました。で、まあ、そこに僕の秋山に対するイメージとか思いが入っているので、I was also very curious to hear about what other games they worked on, because very often a video game composer may be well known for one specific project that he's done, but he's done a lot more in the background that maybe we're not aware of. When I asked that question, Fukuyama-san did mention these games. 主に、ちょっと3つぐらい挙げますと、まず2012年に、ダービーオーナーズクラブ2008、フィールザラッシュ。
でこちら iOS 版も発売されたんですけど、あでこちらっていうのだって、内容が、競馬の育成ゲームになりまして、全てオーケストラミュージックで、チェコスロバキアでオーケストラレコーディングしてきました。次に大きいのは、ファンタシースターオンライン2。本当ですか？すごいです。まあ、その中で音楽制作メンバーの一人ですね。で、まあ、ここで、あ、これはまあご存知の通り、あれですね、 MMORPG になります。で、あの、まあ、たくさん曲かかっているんですけれども、まあ、大きい案件として、じゃあそうですね、フィフスオープニングムービーっていうのがあるので、そちらもよければムービーもしくは音源だけで流していただける枠になります。それからつながって、現在ファンタシースターオンライン2の、ニューズジェネシス現在も配信中なんですけれども、そちらも、同じく音楽制作のメンバーとして、参加しています。生まれ落ちた日はこれにあるから、迷わずに運命に。かっこいいです。Wow. As for Shoji-san,One of the games that they've worked on really surprised me. ヤクザシリーズ以外だと、あの F0GX っていう。はあ、本当にですか ？F0GX ね。ああ。まあ、あのセガと任天堂があのコラボレーションしたタイトルなので、その時にコンポーザーとして参加していました。I remember I didn't play F-Zero GX. I played the previous one on Nintendo 64. But I remember my friends who played F-Zero GX all told me, the music is insane! The guitarist is crazy! And I was like, oh damn, now I know who did it. It was Shoji-san. That's amazing. ありがたい。光栄でございます。Maybe Shoji-san can be the next Hide. 頑張ります。I do my best. You're very good. There's also something else I was very curious about. As a fan of the Yakuza series, I'm very aware that the most popular tracks in those games tend to be the karaoke tracks, always. Bakamitai being the biggest example, as it took the world by storm when it became a meme. I wanted to know if the composer of Bakamitai, Fukuyama-san, was aware of how big that song was. So I put together a compilation of the best Bakamitai covers, and I showed it to him.バカみたい子供なのね、夢を追って傷ついて、そうか。ありがとうございます。うん、ありがとう。Very cool. 素晴らしいですね。
アンダフル。そうか。いや、いろいろ上がってるのは知っていましたけれども、特にミームっていうのはもちろんご存じ上げたんですけど、こうやってバックトラックも新しく演奏し直す、今はね、ニュートラックを作ってらっしゃるのがものすごく嬉しくて、しかもその全て結構原作を上回ってきてるっていうか、ゴージャスなトラックになっているのがすごく感動しました。はい、でそれぞれジャンルがそれぞれ違うアプローチで来ている、アレックスさんはファンキーだったりとか、さあこれコンセンジャズかな、コンソールさんとかですね。These are all videos from the community. I just, you know, put them together. And there were so many more. There's so many covers of this song and all the other Yakuza songs. I wonder if the team at Japan sees all this stuff that happens overseas. Like, there's so many fans of this series that do also beautiful cosplay and stuff like that. I made one time for Kiryu and Majima. Maybe I can show him. Majima. Oh, 全員になってる。すごい。おお、なかなか怖い。No! すごいな。ここまでされるとは思ってなかった。No, I really love it. Like, this series is really inspiring so many people all over the world for fashion, inspiring guys to be, I think, more in touch with their feelings, because you see these stoic characters like Kiryu and Majima break down, and it's very relatable and beautiful to see. And the music is also inspiring lots of people to compose, as you've seen with these arrangements. There's, I just picked 10 of them or something, but there's so many, even for the other songs like Judgment and the instrumental songs and everything. So you guys here in Japan are inspiring the West probably even more than the music from the games in the West. So I really thank you for that. Oh, ありがたいです。嬉しいですね。ありがとうございます。I'm going to leave a link in the description to all those covers that I featured in that small bit, because they're all amazing. I recommend you to check them out. I even made a video about this song, specifically analyzing why it's a solid piece of music, but I still wonder sometimes, why was this track that really took off? I wondered if Fukuyama-san really expected it to take off as it did, so I asked him about it, and he said this. ですね、まずその、あれですよね、カラオケ枠っていうところが、ちょっと面白いという、なんていうんですか、インタレスティングっていうのか分かんないけど、の感覚はあるとは思いますけれども、ヒットするカテゴリーではないと僕は思っていたんですよね。うん、やっぱりヒットするというのはメインテーマだったりとか、そういうものだと思っていたので、そこでなぜそこで火がついたのかは、ちょっと僕も分かりませんっていうのが正直なところではあります。ですけど、もちろんそのネットミームで、ディープフェイク、どこから始まってこうやってアレックスさんの、アレンジだったりとかに広がっていったっていうのがやっぱり事実であって、でそのそうなるところのやっぱり原因っていうのはやっぱりゲームにそのものにあると僕は思ってて、でそのヤクザ世界っていうこの硬派な世界観の中で、そのキリュウだったりとかマジマだったりとか、まあ、この曲はマジマはないんですけれども、そういうキャラクターが真剣に、しかもそのメロウなバラードを歌っているサマーだったりとかですね。でこの楽曲に関してはその結構女性的な歌詞だったりするんですよ。そのだからコアモテの男性キャラが女性的な歌い回しをするっていうところのキャラクターとのギャップだったりとか、そういうところがまず面白いっていうユーザーの気持ちだったり、あとはやはりそのキリュウたちキャラクター自体がやはりもうユーザーにものすごく愛されているものっていうのが前提にあるからこそ、このような形になったのではないかとは思っています。まあ、できればバカみたいパート2の要望がユーザーさんから出たらですね、すごい頑張って作りたいなと思っていますので、よろしくお願いします。Now, I don't know if you heard this, but there's a brand new Yakuza game that came out recently. It's called Yakuza Isshin. It's set in like traditional Japan, which is very interesting. And the music for the game has been reimagined in that sort of traditional Japanese style. And I was wondering about how was it
to work on such a score, coming from a series that has a modern sound because it's set in modern day, and now you have to do it with traditional Japanese instruments. So Shoji-san took a big part in that soundtrack, and he told me a bit about his process, which was this. 龍河如月一心ではですね、その前に時代劇のゲームっていうのは龍河如月剣山っていうのが一作あるんですけど、その時の経験から絶対に三味線を使った曲っていうのが必ず必要になるっていうのが分かっていたんですね。なので龍河如月一心が開発が始まるちょっと前から自分で三味線を弾くように教室に通って自分で弾けるようにしたんですね。なのでそのプラグインとかで鳴らす三味線の音で楽器特性を知らずに作るのと、楽器特性を知ってプレイヤーとしてアプローチする曲ってもう全く違うんで、なのでそっちの後者の方のアプローチで、作れたので、よりなんか自然な三味線というかフレーズというか、そういうトラックメイクができたかなと今振り返って思います。That is so freaking cool, and it's one game that I recommend. You don't have to have played the previous Yakuza games to enjoy this one, but if you did play the previous ones, you're gonna enjoy it a lot more, I suppose, because you're gonna notice some characters resurfacing in interesting roles. And at the same time, if you enjoy this channel, you may enjoy the game a little bit more, I guess, because I'm actually a character in Yakuza Ishin. That's... it still feels crazy to say, but I'm a character in the game.I'm part of the Trooper Card System, which is a game system in Yakuza Ishin where you can summon the powers of characters from the series. But they decided to add some internet personalities as well, including me. So if you summon me in the game, I'm gonna blast our enemies away with the power of sound waves. And the attack, I think, is called Essence of the Crescendo. So that happened. That's, yeah, it's kind of crazy to say, but...I'm very thankful to Sega for not only putting me inside this game, which is amazing, but even for giving me the chance to sit down with these two gentlemen and asking them a bit about their music process and everything. There's a longer version of this interview available on my podcast channel, which I'm going to link down below in the description. If you want to learn more about Fukuyama-san and Shoji-san's story and their approach to music and everything, you can learn more there. Otherwise, I'll see you in the next video. Bye.